こんにちは、まことがん経典の佐藤です。本日紹介するのはこちらですね。ファクトリー900FA324 番、カラーが75のモデルでございます。こちら2016年に発表されたモデルでですね、こちらのカラーというのが少し特殊で、上が黒、下がクリア、まあブラックとクリアの組み合わせなんですけれども、こちらが2016年のその受注会で、初回の受注会の限定のモデルですね。まあ言ってしまえば最初に注文していただいたもの限りということでございますので、結構レアなモデルです。今後作られることがない、まあ作る予定がないモデルでございます。結構まあファクトリー900の FA240番か、240番にちょっと近い形をしておりますね。ここのカクッと曲がった内側に、まあ、レンズの横の部分ですね、このカクッとした部分とかが結構似ているかなと思いますけれども、全体的に、まあ、シャープにスタイリッシュになったモデルですね。ここの部分だったりとか、このブローの部分が鋭角になったりとか、あとここの横の部分ですね、テンプレがちょっと細めになったりとか、ちょっとシャープで鋭利な感じを出していますね。あとレンズのここの横の部分とかも結構カクッとしたような、まあ、エッジの効いたレンズデザインかなと思います。でこちらですね、当店で買い取りをする場合ですと、まあ状態のすごくいいもので1万2000円ということですね。そちらが2017年9月現在の買い取り価格になってくるわけなんですけれども、結構高めに設定しております。やはりまあレアなものっていうことも、まあ、カラーですね、カラーがレアなものっていうのと、まあ、2016年に発売されて、まだ発売されてが間もないということで、結構高めにつけております。でですね、まあ、気をつけていただきたいところといえば、インジがこの内側にあったりするんですけれども、ちょっとこれもあれですね、少しインジがちょっと薄くなってしまっております。そういったところがね、少し査定の減点ポイントになってきてはしまいますね。あとプラスチックの部分なので、ちょっと傷がつきやすいです。なので、そういった傷とかが結構多かったりする、傷だったりとか、あとくすみですね、くすみがあったりするとちょっと査定の減点対象になってしまいますので、お気をつけください。あとクリア生地ですね、こちらなかなかに厄介で、クリア生地結構紫外線とかに浴びていたりとかすると、色がちょっと黄色っぽくなってしまいます。そうなってしまうと、まあ、元に戻らないので、ちょっとそのあたりは結構大きな減点の対象になってしまいますので、気をつけてください。基本的にはまあかけ外しの後は拭いて、空拭きで拭いていただいて、ケースの中にちゃんとしまって保管してください。で、まあ、ずっとしまいっぱなしっていうのも拭き残しがあった時に怖いので、ちょっと開けてあげて、少し拭いてあげたりとかしてあげると、より長く綺麗に使えるかと思いますので、ぜひそちらを気をつけてください。ただかけてみましょう。顔を覆うようなデザインで、ゴーグルのようなかけ心地ですね。上が黒ということで、結構ブローな、まあこの上の部分ですね、上の部分、ブロー型のメガネのような感じも少し出てきております。全体が真っ黒よりもだいぶ軽くかけられますので、非常にかけやすいモデルでございます。でここバネ長板効いておりますので、お顔の圧迫っていうのも結構柔らかくて非常にかけやすいです。こちらですと、レンズにカラーを入れてサングラスとしても非常にかっこよく使用できるものかなと思います。いかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。ご視聴ありがとうございました。当店ではメガネブランドを専門とした買い取りを行っております。ご自宅に眠っているメガネや、メガネの買い替えを予定されているということがあれば、ぜひご相談ください。またレンズ交換も承っており、当店でお求めのメガネはもちろん、他社でのお求めのメガネのレンズ交換も承っております。
ご不明な点などございましたらご相談ください。よろしくお願いいたします。